きましょう。1分間スタート。千葉から来た16歳になったばっかりのスカルです。16歳。もともとヒップホップも好きで、ヒップホップ好きになる前からレペゼンの動画を見てて、まあレペゼンと会えたらいいなって感じで来て、でその後、あ、そういう目的、あこそが炎上万博なんですけど、で今回最近に炎上万博出たのを知って、でモンスターが今回結構豪華だったので倒しに来ました。で自分がやりたいのがナインフォー君で、音乗りが好きで、ナインフォー君の、うん、でそれを見て多分自分もスタイルが音乗りの方になったんで、まあ、ナインフォー君ぐらいだったら倒せるかなって。16歳。あとこの後のオーディションも多分いっぱいですけど、ナインフォー君と戦えるような音乗りできるのって多分本当にいないと思うんで、ラップしてみてよ。おお、マジか。確かに。ありがとうございます。それじゃあ次の方準備お願いいたします。よし。それでは行きましょう。1分間スタート。福岡から、中学生、福岡から試合が来ました。DJ社長の母校の肥後中学校に。肥後さん。僕は DJ 社長に憧れて YouTube 始めたりとか、はい、社長に憧れていろんなことするんですよ。てかけど俺はもうバイブスだけは絶対あって、誰よりもビッグになるっていう俺は自信があります。だから俺がビッグになった時に大金を手に入れて、その大金でレペゼンボックスが世界に行かれるように俺が導きます。だから俺とバトルしてください。お願いします。いきなりね、まあ、俺もレペゼンのラスボスとしてね入れたら、まあ2人ぐらい誰かを倒したら、ね、社長これだけ聞いてほしいんですけど、うん、僕今日福岡って公立優勝来たんですよ、うん、僕もともと受けるつもりだったんですけど、こっち優勝してきたんです。肥後中学校って名前出して住所バレるっていうの来てるんですよ。え、まあ、それ中3ってこと？中3です。わかった。この学部があってんの？2回あったの？2回やりました。今日3回目やな。3回目です。覚えてるよ。覚えてますか？ YouTube チャンネル2万人ぐらい多いよ。今3万ですもん。3万まで超えた。じゃあここ試合決定ね。気になる方とか質問したいところとか、まあ、それこそラップ聞いてみたいなっていう人とかいらっしゃいますか？いや、さすがに僕はその同じ中学校のやつはちょっとラップ聞いてみないことにはちょっといきなりバーン行って事故が起こったら僕も僕が滑ったみたいになっちゃうんで、やる気だけでポンって来られてもやっぱ、だからナインフォーに喧嘩売った子もそこ2人でやればいいじゃん。ちょっとやっぱあまりにもこれでうわこれ戦う価値ないわってなったら出直してもらわないと、はい、ナインフォーも簡単に戦えると思われてるので諦めてよ。それが一応こうラップバトルっていう、まあまあ、ね、あのチョコで来てるんで、まあ、確かに確かに確かに、まあ、やる気はでも十分伝わったんですね。やる気はマジでやります。じゃあそこ2人一回やっていただいてもよろしいでしょうか？ビートボックスがバナナで8小節の2ターン勝負になりますので、前の方に立っていただき、先攻後攻はじゃんけんでお願いいたします。頑張れよケゴチ。はい、頑張ります。お前何期や？最初はグーじゃんけんポン。はい、ごっしょ。お前何期や？何期や？何期？62期。僕、ああ僕何期だろう、分かんない。まだゼロ。もう2期じゃない。2期じゃないよ。どうした？では行きましょう。8小節の2ターン勝負。バナナ、ブレンダー、ビー。お前の名前バナナ、俺もどバナナもでかいぜバカ野郎よ。お前ドレッド、俺には彫刻もお前ドレッドダサすぎだろマジでよ。いや俺地毛だぜお前ドレッド。いやドレッド先4万かけてつけよな。いや4万かける価値なら自分の投資使えよバカ野郎。俺は4万も全て投資使ってるよバカ野郎。
全然勝てとは勝ってない。 H テキテキタペピテロイハロー、さっきどれとかっこいいって言ったのに現場で矛盾って What the fuck ごめん、適当また頭の中で何を残せるかが大事。 H 適当に H もできねえでかいのにさラップは下手すぎめん。 Yo お前より H してきてるよバケル、経験人数何人だよ、生きるラークダンサーでよ、どうか俺はさっき7やったよ、昨日7人目やったぜ、そして仲立ちしちゃったよバケル。よよ、あいつピリ飲んでたから仲立ちしても OK だろ。よお前仲立ちしたことあるか、言ってみろよ。おい全然仲出ししたことあるけどそこら辺のさ超調子はでも一か八か俺にかけたマイクにビビるわビデブお前にありえないです適当なバースフー言え何できるかわからねえようなラップじゃダメて分からせに来てるだけの話、話し方かなりダサいバースしか吐かないビッチに興味はなし。よビビるバビブこいつは、はい、うアンサーがしっかりしてたな。せーよー。おーどうまず、はい、最初の時点でお前はバナナって言ってました、ね、バナナさんあ、そっちがバナナって言ってまあ今度馬つけましょう。はい、15歳全部捨てたぞ今。間違いじゃない。15歳大丈夫か。もう終わりですもん。え、ちなみにゲッタ君はモンスターなの？違います。コンペさんは全部ずれてんだよ。社長に行ってみたりとかごめんなさい、ちょっとよくわかんないから、ごめんなさい、ありがとうございました。コンペに締めてくれますか。いつかやりましょう、お願いします、頑張ります。いつかやりましょうって言ったね。いつか、いつか頑張ろう、頑張ります、マジで。そうだ、夢を捨てるな。次は俺の顔つきます。そうやね。じゃあめちゃくちゃ上げてまた持ってきます、ね、ここに。おお、お願い、その時お願いします。いいよ、お願いします。ラップのスキルが上がったと俺が見出したのは絶対に戦う。じゃあ僕もやります。ラップ、ああそれまで何回も出続けて、ここにもう出続けます、もう絶対やるんだ僕、もう誓います。でも中出しまでバレてて、いやもう止めるか、本当にごめんなさい、あんたあそこもう行くんじゃないって。いやーやばいな。はい。あとのこと考えたらマジやばいな俺。そう、もうやばいやばい。